はい、えー、皆様改めましておはようございます、えー、先日あの東京の方まで、えー、聖書の講演ということで、えー、お話しさせていただいたんですけれども、えー、京急というこの私鉄があるんですねでそこに北品川駅というのがありましてでちょっと用事があってそこ行くとですね あの、駅コーナーに大きな張り紙みたいなものがあるんですね。で、なんて書いてあるかと言いましたら、えー、多額の現金をお持ちの方で、息子さんかお孫さんの用事で、この駅構内で待ち合わせをしている方に、ぜひお伝えしたいことがあるので、駅長室まで来てくださいという内容です。 これいつ貼ったんですかねと言ったら、随分前から貼ってやろうというふうに言っておられたんですけど、これあの、オレオレ詐欺の水際防止、最後の待ったをかけるということなんですけどね。この文言で注目すべきは、オレオレ詐欺という言葉が一箇所も出てこないことなんです。オレオレ詐欺に引っかかっている方に告げますだったらね、いや、私当てはまってへんからということで、 実は思いっきり引っかかってるんですけど、私は騙されてないと思ってる人は、それ読んでも全然響かないんですよね。だから、オレオレ詐欺に引っかかっている人の特徴を書いたんです。多額の現金を今持ち歩いていて、お子さんかお孫さんの用事のために、この駅構内で待ち合わせをしている人、もう引っかかってるじゃないですか、これ。 だけどね、いや、俺はそんなん騙されへんねやっていうふうに思ってる人は、おりょうげ詐欺と書いてやったら、それは俺じゃないということで、行かないんですけど、あ、三つとも当てはまってるわっていう方は、駅長室に行って、実は危なかったんですよということでね、まあ、止めていただけるということなんですが、これが届くメッセージです。私たちは、あの、一人に何かを伝えるときに、まあみんな一生懸命伝えてるんですけど、 伝えると伝わるって違うんですよね。みんな伝えてるはずなんですが、案外届いてなかったりする。で、全然自覚のない人に、えー、あなたのことですよとか言ってもね、えー、ポカーンとするようなことだと思うんですよね、えー。で、実は聖書は自分のことは罪人だと全然思っていない、えー、罪人の自覚症状がない人をも含めてね、 実はキリストは神があなたをお呼びになっているんだということを伝えるために様々な言葉に言い換えて福音を伝えてくださっているんです。あるところでは罪人のことを全て疲れた人を重に負っている人というふうに言いました。罪人だと思ってない人でもいろんなことで人生の重荷に押し潰されそうになっていたり、あるいは疲れきっているという人いるじゃないですか。 なぜ疲れから立ち直れないんだろう。元気の源である神様から離れてるからではないか。またあるところでは失われた人、迷ってる羊とか、迷子の、えー、宝刀息子であるとか、まあ、いろんな言葉を使いながら、なんとか創造主のもとに私たちが立ち返るようにと呼びかけているのがイエス・キリストのメッセージの特徴なんです。でそこで今日はですね、えー このキリストがお越しになった理由、そしてキリストがしてくださったことを、一節に全部凝縮して紹介している箇所がありますので、そこをご一緒にテキストにして考えてみたいと思うんですね。まずお読みしたいと思いますが、ペテロ第一の手紙の三章の18節です。もう皆さんですね、もうこの前、開くも何もうみんな前、前見てるんだのでね、はい、あの、えー 開きたい方は開いていただいて結構かと思います。ちなみにね、あの、こういうふうに、スクリーンやデバイスに表示される活字よりも、紙にインクで、えー、書かれている文字の方が、脳には、えー、吸収しやすいそうです。そういうデータが出てるんですよ。ね、何やってんねんって。いや、まあ、それはあのあの、ちょっと時間かかるからね。 え、ぜひまたね、ご自分でもチェックしていただいたらと思います。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされてあなた方を 神に導くためでした。ここから三つのポイントで今日は福音をご紹介したいと思います。まあ、キリストも一度罪のために苦しみを受けたというのは、キリストが十字架にかかって苦しみを受けられたということを言ってるんですが、キリストが十字架で死なれたということは、クリスチャンでない方でもご存知のことだと思います。では一体、 何の苦しみ、何の罰で処刑されたんだろうか。こう書いてますね。正しい方なのに、正しくない者たちの身代わりになって受けた苦しみだったんだ。この正しくない者たちっていうのはね、全人類のことを言ってるんですよ。つまり、聖書で見るならば、全ての人は神の前に罪人であるというふうに言ってるんですが、この罪人っていう言葉ちょっと嫌ですよね。 実はね、皆さん、この罪という言葉を聖書が紹介するときには、神がどんな思いでそれを語ってるか、愛から来てます。いや、聖書はどの箇所も神の愛から出た言葉なんですよね。まあ、昔、まあ本に書いたこともあるんですけど、田舎の道を運転してる、車でね、走ってる方がいらっしゃったんですが、対向車がこちらに向かってくるんです。 向かってくるときにね、ヘッドライターでチカ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 、チカなんか合図送って、チカ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 。しかもね、ものすごくノロノロ運転なんですよね。じゃあ、なんなんだろうと思って、まあでも、ふわっとすれ違うその瞬間に、ブターってそのまま立っていったそうです。それを伝えたいのかと、そのためにわざわざ注意を向けたんかということで、 スレネスだなと思ったんですがまあムシムシということでそのまま道路ずーっとまっすぐ行ってコーナー曲がると豚の大群がいたってんですよ。実は近くの養豚場でトラブルがあってねその道に豚の大群があふれかえってたと。でその対向車が短い言葉でそのまま行ったら大変だよということを伝えるために「豚!」 別にそのドライバーの体型のことを言ったんじゃないんですよ。短い言葉で、あなたの行く手に待ち受けてるものは、とんでもない大問題が待ってるよそのスピードだったらやばいよ準備させるために、いわばですね、そのドライバーのことを思って、暗示て言ってくれた言葉。で、聖書は、 人間は罪人、人は罪人、すべての人は罪を犯したって書いてあるんですけどね、その罪人って言った時に、私たち人間があんたが悪いんやーと言った時に、なんかこう汚い思いで言ってる場合が多いので、ついつい神も私たちを罪人呼ばわりしてる時に、なんかこう、苛立ちの中でおっしゃってるようなニュアンス受けますよね。愛から来てるんです。 私たちに準備させるために、この罪の問題を取り上げています。罪の問題を解決しないままで人生を終えたら、行く手に待ってるのは永久の裁きなんですよ、ということを警告されてるわけですよね。ところで、その、私2週間ほど前にね、あの、東京のね、世田谷区というところにある教会にいたんです。 で、ちょうど、その、世田谷区の、その、教会の2階で泊まるんですよ。2階の部屋がありましてですね、そこで泊まるんですけどね、その教会から歩いていける距離のところに住んでるある俳優が、突然亡くなった。西田敏之さん。私ね、あの、近くにね、廊下公園っていうのがあるんですよ。徳富廊下の廊下。 で、そこのろ化公園の向かいに彼の家がありましたよね、行きました。別に連れてってって言ったわけじゃないんですけど、せっかくやからいうことでね、連れて行ってくれた方いらっしゃいましたね。んでね、写真撮ってきたんです。別に撮らなくてもいいんですけど。ほんなら、あの、ローマ字で西田って書いてありました。まあ、大きなお家だったんですけど、僕もね、あの、西田敏之さんね、あの、皆さん釣りバカ西をね、 思っ人、女の,の人はあんまり見ないかな。あの、私は、あの、やっぱり大阪人としてね、探偵ナイトスクープの二代目所長ですよ。ちょっとすいません。ミ <laughs> 田さんがドン引きされてるので、もう、あの、まあね、な、なんでこの案件でなくい言うぐらいね、もう涙もろい人でね、えー、見ませんでしたか昔。それからね、僕は、あの、中学ぐらいの時ね、あのー、 坂井正明がね、古い話で申し訳ないですけど、ね、あの、西遊記で孫悟空やってたんですよ。ね。そん時のね、八回。西田敏行でしたよ。そんなん思い出しながらね、ああ、亡くなったな。76歳。毎日、ヘビースモーカー、タバコ80本吸って。いやー、本当にね、あの、名優だったと思いますよ。 で、彼がいろんな映画とか舞台とかドラマに出られたんですけど、その彼が出演した映画のうちの一つに、上村直美物語っていうのがあるんです。この上村直美さんというのは、冒険家の方です。そしてこの方は、明治大学山岳部のメンバーでした。そして西田敏行さんも明治大学だったんです。 同じ大学だということで、この役やるんだったらあなたにお願いしますということでね、西田さんが、上村直美物語の主人公として、まあ映画に出演なさるんですけど、この上村名も言うとね、あのね、史上最年少五大大陸最高峰党派をはじめとしてね、もうとにかく冒険野郎でね、え、ー 結婚して半年後に北極圏を犬ぞり1万2000キロ横断とかね。まあね、もう、なんかね、新婚じゃないですか、また結婚して半年で。1年半ほったらかして、グリーンランドからアラスカまで犬ぞりで行くとかね。いや、冒険家と結婚したらね、皆さん、大変ですよ。 あんまり人のこと言わない。まじまじで,でうもう本当ね、あの、でね、その、彼自身が自分がしてきた冒険を本に書いて、それが映画化されたというものなんですけれども、彼は日本に戻った時にいろんなところで講演して、そしてその講演料でまた次の冒険のための資金にするんです。で、実はこの犬ぞり横断の時にね、彼は何ヶ月も、 イヌイットの人たちと一緒に共同生活するんです。このイヌイットっていうのはですね、あの昔エスキモーというふうに言われてました。エスキモーっていうのは生肉を食べる人という意味です。ちょっとね、部別的な響きがありますよね。野蛮な。だから今はこれ差別用語ということで、エスキモーという言葉を使わないで、イヌイット。イヌイットというのは現地語で人間という意味です。 この人たちも人です。人間です。ってことでね。で、このイヌイットの人たちと一緒に北極圏の生活のスキルを学び、犬ぞりのコントロールの方法を学び、テントの張り方から氷雪の地域でサバイバルしていくためにどうしていったらいいのか、いろんな知恵を学んで、さあ、いよいよ出発という時にね、このイヌイットの 族長、宗長みたいな人が、これもでけえと言って出したのがバイブルなんです。実はね、このイヌイットの人たちって90%ぐらいの方々がね、クリスチャンです。この、聖火の中にね、北はグリーンランドの国から氷山の力という曲があるんですけどね、北極圏グリーンランドなんですよ。実は、 すごく早い時期に、ヨーロッパの宣教師たちはね、地の果てまで福音を伝えるんだということで、南の地の果てにも行くんですけど、北の地の果てにも行く。アフリカにも行くけれども、北極圏にも行くということでね、非常に早い段階で、このイヌイットの人たちに福音が入って、たくさんの方がクリスチャンになったんです。で、これ、役に立つから持っていきなさいということで、 英語で書かれた聖書を渡されるんですが彼はろくに読みもしない。はいはいと言って受け取ってリックサックの一番底の方に入れて私はそんなものに頼るよりも冒険家としての勘に頼るとばかりに、まあ、祈ることもなくねそういう旅を続けるんですが犬ぞりっていうのは自分が乗る ソリの後ろにですね、300キロぐらいのね、食料、テント、エネルギー、燃料、いろんなもの積んでる、そういう犬ソリ、そのソリがあって、で、それを十数頭の犬にこう引っ張ってもらうんですが、ある時、走っていたその氷が割れてね、 そして、燃料、食料積んでるソリが、北極海にズブ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 と沈んでしまうそんな北極圏の真ん中でね、テントもない、食料もない、エネルギーもない、燃料もない。その時彼がどうしたかと言ったらね、その大地に、氷の大地にひざまずいて、神様って言って、神を助けてください 私を助けてください会れんでください !5 分ぐらい経った時にね、うわーって浮いてきたんですって。で、その時に、あ,あ、荷物の中の空気が浮力になって、いや、偶然こんなことでもあるのか、たった今祈って答えられたのにね、神がしたーって言うんじゃなくて、問題解決したら、あ、こんなことも起こるんだと思って、 ろくろく感謝もすることなく、偶然で片付けていくんですが、しばらくしてまた沈むんです。二度目ですよ。今度上がってこない。彼は突っ伏して神を助けてください。浮いてきたそうです。でね、それをね、日本に戻った時に、この体験談を話しするときね、 号泣しながら話すんですよ。そしてこう言うんです。私は罪人ですって言って。子供向けに書かれた上村直美物語の漫画版があるんです。そこでもね、上村直美が涙を流しながら、私は罪人ですって胸叩きながら講演してるその場面がね、漫画にもなってます。 助けてもらって、ああ、ほっとしたじゃなくて、なぜ私は罪人ですというふうに彼は言ったのか。この絶対絶命の状況の中でね、圧倒的な、奇跡的な神の助けを経験したときに、もしかしたら彼はそこで、 この大きな力に対する、侮ってきた自分の態度について何か考えるところがあったのではないかなと思うんです。もちろんわかりませんよ。これ私の想像です。普通だったら、九死に一生を得たら、ああよかったーって終わると思うんですが、彼はそうじゃなくて、私は罪人ですって。人知を遥かに超えた力によって救い出された時に、 私はその力に対して何という不尊な態度を取ってきたのかという感覚がそこにあったんじゃないかな。実は私たちはその人生の中で時に神に触れるような時ってないですかね。皆さんいかがですか今までもう絶対絶命の時にね、祈ったことないですか 私はこの間、あの、ある本で知ってびっくりしたのはね、あの、ソ連共産党の創始者である、レーニンっておったじゃないですか。マルクスレーニン主義のレーニン。レーニンは、革命どん底で完全に行き詰まった時に、日記の中で神を助けてくださいって書いてるんですよ。え、無神論者じゃないんですか、共産主義者って。 でも、このままでは俺殺されるとなった時に、神を助けてくださいって。私たちは、今まで、絶対絶命のピンチに立った時に、祈ったことが終わりでありませんかそして、答えられたからこそ、今生きて、この場所に、集うことが、おできになっているのではないでしょうかこの、創造主なる神に、 生かされ、守られ、そして支えられてきたにもかかわらず、その創造主から離れて生きていること、命の恩人に対して、あなたはいらないということ、この神から離れて生きることを聖書は罪と言うんです。 裁判で有罪判決を受けるとかね、そんなんじゃなくてね、それももちろん罪なんですけど、聖書が言ってる罪っていうのは、ハマルティア、的外れという意味がありましてね、創造主から離れていること、そして離れたまんまで人生終わったら最後、二度と戻ってくることができない暗黒に落ちていきますって言うんです。その罪の問題を解決するために、 キリストは一度罪のために苦しみを受けられました。でもその罪っていうのは自分の罪じゃないんです。こう書いてます。正しい方、イエスキリストが正しくない者たち、私たちのことの身代わりになられたのですとあるんですが、今日はここちょっと考えたいと思うんです。 この正しいのに濡れ衣を着せられたり、何にも悪くないのに悪者のような扱いを受けたり、何か誤解されて自分がいつの間にか悪者にされてしまったりすると、その時私たちはどんな気持ちになるでしょう実はですね、あの私はあの、あの高校の時にね、あの、ロックバンド、 組んでやってたんですよ。うわー見てね。やってました。時々、若者たちが家来た時、高原さんの学生時代のアルバム見せてくださいとか言うんですけど、絶対見せられへん、あれ。あんなん見たら、人生つまずくんちゃうかと思ってですね。もう恥ずかしくて恥ずかしくて見せられへんというね。えー、そういうやつなんですけれども、特に2年生ぐらいから本格化し始めましてですね。 で、その時にね、ドラムをやってくれた、M ム君という人がいるんですよ。ね。この人ね、大阪の三大暴走族のうちの一つに、国士無双というグループがおったんですよ。めっちゃ大暴れする。この国士無双に三人リーダーおったんですよ。そのうちの一人なんですよ。でね、高校一年の時に、ほとんど学校経えへんねん。 もうギリギリの出席日数で上がったんですよ、2年に。ところがですね、ドラムがむっちゃくちゃ上手くてね。まあ、案の定なことの話ですけどね、あのー、矢沢永吉のね、大ファン。もう僕も今ちょっとタオルあったらパーン投げたくれるんですねねんでね、あのー、まあ、そんなに背は高くないんですけれどもね、 ガタイか、筋肉の塊なんですよ。もう、革ジャン着てたら、ピチピチもう、筋肉の塊でね、でそれでもう、このサングラスかけてですね、こうやって、中型バイク、ブラー、ブラー、ブラーれちゃって流してたら、こな、こいつと関わりたくないな、みたいな。まあ、話せばいいやつなんですよ。ところがね、 見てくれはめちゃくちゃいかついんですけどね、彼の書く文字が非常に女性的な字なんです。なんて言いますかね、あの、女子高生が書くような丸文字じゃなくてね、もうね、あのー、線の細い、綺麗な、ね、 あの、もし、あの、字が上手くなりたい方いらっしゃったら、私、あの、知り合いの先生いてるので、あの、あの紹介したいと思います。また、あの、書道教室通っていただいたりいいと思いますが。から、そんな通ってないのにね、もう、ちょ女の人が書いたのかなと,というような、こう、綺麗な丁寧な字なので、このギャップ。いかつい人はいかつい字書く感じじゃないですか。 あのー、今日これはこれ拍手やけどね。なんかテーマ書いてあったら、あの、綺麗な丁寧な字で私が書いたんじゃないと一発でわかりますよ、ね。ところが彼はね、この、外見と書く文字のギャップがめちゃくちゃ違うんですよ。そしてそのギャップが事件を生むのです。 高2の夏休みが終わってですね、2学期始まるときにね、宿題の提出があったんですけど、そのときね、倫理社会という、この、科目で、え、ま、読書感想文みたいなレポートを出すんですけどね、彼もそれ書いて出したんですが、返却されてきたの見たときにね、おだからこっちとこれ見てくれやつってね、 だ彼のレポートの一番最初、一ページ目のページのところに赤ペンでね。自分の宿題ぐらい自分でやれ。彼女に自分の宿題させるなんて、男として卑怯だと思わんのかやり直しって書いてあるんですよ。いや、彼が書いたんですよ。 俺行ってくるって言ってね。もうね、こいつね、怒ったらごめんですよ。うわ国士無双のスイッチ入ったと思ってね、おまちを暴れんなよ暴れんなよって言ってね、そんなことせへんわて言ってね。で、もうその教官室に行ってね。で、自分の他のあの科目のノート持っていってね。バーンって,て、あの、デスク叩きつけて、ね、先生、これ見てくださいよと 全部俺が書いたんじゃ言うて。で、まあ、その先生がもうね、ひら誤りでね、M 村先生です。もう今でも覚えてます、私。M 村先生。でね、もうそれ悪かったって言ったんですけどね、彼は許さなかったね。だって、卒業するまで言うてたもん。あいつだけは許され 卒業して何年も経ってのに、あいつだけ許されへんね。あんな奴が倫理社会を教える資格がない。まあそうかもわからんな、みたいな。まあ今ね、彼ね、あのー、優秀な法律家なんですよ。<laughs> 世の中どうなってるかわからへん、これほんまに。もう人間って変わりますからね。そういうことなんですけど、 でその話聞きながらね、ちょっとよく似た話また思い出したんですよこ。あのね、それはね、あの、中学2年生の時に経験したある人の話なんです。でね、そこの中学校の中庭に花畑がありましてね。ほんでその花畑のところに看板があって、 綺麗な花、綺麗な心って書いてあるんです。ね、ところが、その綺麗な花、綺麗な心って書いてあるペンキがまだ乾いてないのに、誰かがこう、さって触ったみたいですね。で、文字がこう、擦れて、綺麗な看板だったのが汚い感じになった。で、担任の先生がね、冗談で、 名指ししてね、まさか、お前がやったんと違うやろうな。って言ったときにね、冗談で、いや、僕ですよって言っちゃうんですよね。そしたら、急に真剣な顔に切り替わってね、先生が。やっぱりお前かって言ったそうです。で、すぐ校長先生のところに行って、謝ってこうって、いや、僕じゃないって、今更言えなくなっちゃって。 それで校長室行ってね、すみませんでしたって謝るんですよ。その時に校長先生が、なんでやったなんかやった理由を思いつかなあかん、言わなあかん、面白かったからって言ったそうです。で、そこで謝って校長室から出た時に先ほどの担任が、お前ちょっとこっち来いというふうに呼ばれまして、で、実はその中学でね、あの、 漢字テストっていうのがあって、で、満点取った人の名前を掲示板の黒板に書くんですが、その名前がね、消されてたんですあの書いてあった名前消したのはお前やろ、と。俺ちゃうし、と思って、しばらく無言で、でも違います、と言った時、いや、お前やろ、と。お前がやったやろ あんまり言うんで、もうね、どうでもよくなって、ああ、そうですよ。お前という男は、消された人どんな気持ちがしてると思ってないのすぐにその名前もう一度書いてこいって言ったんですけど、自分が消したんじゃないので、なんていう名前が書いてあったかわかんないんですよ。それでクラスに、おあれ名前なんて書いてあったかって聞いたらね、何々何々さんですで、その黒板のところに行って、 本当は僕がやったんじゃないんですけどって言ったときに、お前がやったって言うたやないかと言ったときにね、そのやりとりを聞いてた他の先生が、いや、あれ、あの名前ね、書かれてた人ね、満点の人が書かれるのに、あの彼女ね、実は満点じゃないというのを自己申告して、これ間違いだということが分かったので、それで消したんですというふうに。 言ってくれたのに、いや、お前があったって言ってね、いや、先生が弁護してるんですよ、これ。お前やったって言ったじゃないかそれは先生があんまり、お前がやった、お前がやったって言ったからですって言った瞬間に、バチーンってね、強烈なビンタ食らって、その時にね、あまりにも強烈なビンタだったので、先生の腕時計がね、飛んでいったっちゅうんですよ。 そもそも僕がひねくれてるからダメなったんですけど、と言いながらね、50年経った今でも思い出したら、怒りが湧いてくるっちゅうんですよ。いや、そもそもやってないことをやったみたいに、お調子者みたいに言うからね。だけど、そもそも冗談でお前がやったんじゃないかというのも、それは教師としてどうかなと思いますよ。でもね、 さっきの M ム君も、2番目に話したこの子のこともね、いつまでもね、悔しいという思い、苦々しい思いが、いつまでも残って許すことができない。なぜか、正しいからなんです。正しければ正しいほど、 正しいのに悪者扱いされたり、濡れ着ぬ着せられた時にね、なんでそんな目に遭わなければならないかという怒りが激しく湧いてきて、許せない。自分にも悪い点があったなと思ったら、その悪い点があった部分だけは怒りが収まるんですけど、全然悪くないのにひどい目に遭ったということで、怒りが倍増するんですが、イエスキル人ご覧ください。 正しい方が正しくない者たちの身代わりになられた。この点については彼らは正しかったかもわからないけど、キリストはね、どの点においても正しい方なんです。罪が一欠けらもない。100%正しい方。どこにも罪が見当たらない方。罪の性質がない方ですよ。この罪が全く たくない混じり気のない正しい方が正しくない者たちが究極で受ける十字架処刑というユダヤ人として最も恥ずべき処刑方法で殺されることになった時に怒りが湧いてきたんじゃなくて祈りが湧いてきたんです。 十字架にかけられているイエス・キリストは、こんな時ぐらいは怒ってもいいんじゃないですかというようなタイミングですよ、これ。今まで散々多くの人々の病気を癒し、罪の許しを語り、天国の命を約束として与えて、最後、私が受けるのはこれか。なんて不当なんだって、十字架にかけられた時ぐらい怒っていいですよ、これは。 怒るだけの正当な理由があります。しかし、キリストは怒りではなく、祈りが湧いてきました。父よ彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか分からずにいます。罪人は、 私には罪はない。お前がキリストだったら俺たちを救えと言い、キリストは罪がないのに、父を彼らを許してくださいと祈っている。ここにね、罪人と神の子の決定的な違いがあるんじゃありませんか普通だったらカンカンに怒って叱るべき時に、ひたすら祈りと、 許しの心がコンコンと湧いてくるという、こんな人格、ありますか人となられた神以外、どこにも見当たらない人格でありませんか私はこのキリストの態度の中に、死人を蘇らせる奇跡とともにですね、ここに奇跡を見るように思うんです。この方こそ、人となられた神、そして私たちの救い主であるイエスキリストです。 こう書いてますね。それは、十字架にかかられたのは、肉においては死に渡され、とか言いてます。肉体においては、この方は死んでくださいました。どこで死にましたか十字架で死にました。実はね、聖書の中でね、木にかけられたものは、呪われたものであるという言葉があるんです。いろんな処刑方法があります。石打ちとかね。 えー、ローマの処刑方法とかいろいろあるんですけど、ユダヤ人にとって一番呪わしい、むごとしい、これだけは避けたいという、その死に方は、木にかけられるということです。木に吊るされたものは、呪われたものである。誰が見ても呪われた姿で死に渡されてくださった。死んでくださった。しかし、続きがあります。 霊においては生かされて、これはね、神の霊において、この方は復活した、生かされた、死んでそれっきりで終わってしまうんじゃなくて、三日目に死を突き破って、復活された、復活された、ということを見た人が、この、 手紙を書いてるんです。この手紙を書いたのはね、ペテロという人物です。これはペテロの手紙第一の三章の18節ですよね。このペテロという人物は、キリストの側近12弟子の中で、一番最初に蘇ったキリストと出会った人です。他の弟子たちがまだキリストの復活を見ていない。 空っぽの墓は見ましたが、蘇ったキリストの姿を見てないときに、まずペテロは、このキリストに出会っています。それは、十字架にかかる前に彼がキリストを、あんな人知らないと言って拒んでるからですよね。落ち込んでるんですよ。だから、イの一番に駆けつけて励ましてやりたいというふうにキリストは思ったんですね。この 霊においては生かされたお方、死を克服し、死を滅ぼした、死を死なせた方は今も生きているということですよ。ということはね、今目に見えないんですけれども、この集会の間中、あなたの傍らにおられて、あなたはどうですかあなたのために苦しみを受けて、霊において よみがえった私を受け入れませんかと心の扉をノックしているイエス・キリスト。なぜそのように霊において生かされたかそれはあなた方を神に導くためでしたとかですね。さて皆さんこの「導く」「導き」という。 語源は導き導くだそうですこの道を引いていくということなんですよねこれどういうことかというとですね、えー、その道についてよく知り尽くしているものが その道に不安内な,なものを引きつけて、好ましいところに連れて行くことを導く、導きって言うんです。キリストは何のためにこの世界に来たのかこれが人生ですという模範を見せるためかいやそれもあるけれども、一番重要な目的それじゃないんです。キリストは私たちを 神に導くため。私たちが神から離れている状態から神の元に立ち返るために、道となって、そして道となるだけではなくて手を取って、エスコートして、神のところにまで私たちを引きつけて、連れて行くために、蘇ってくださった方なのだ、と言うんですね。 クリスチャン生活っていうのは、ルールを守る生活ではなく、蘇ったキリストとの交わり生活なんです。毎日いろんなことがあるでしょう、えー。その時皆さんはどのようにされていますか私はもうね、もうずっとね、イエスキリストとお話ししながら生きてます。だから時々ね、気が触れたような人じゃないみたいな。<laughs> 誰もいてないの一人でごちゃ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 した。 昨日はね、もうね、深夜まで僕も原稿書いてたんですよ。しよう書けません、みたいなね <laughs>、えー。まあまあ、でもね、書き切りました、一章はね、えー。書いたんですけど、でもね、えー、書いた時に一章もう本当に自分の力じゃなくてね、助けていただいてありがとうございます。でもね、今からレディースタイムのメッセージ見してたら徹夜になるから、寝ます、言うてね。<laughs> で、朝また準備するわけですよね。 なんかそうやってねあの修行僧みたいな生活じゃなくてイエスを信じた瞬間に天に国籍を持ちたとえ死んでも永遠の滅びではなく永久の救いを受けるだけではなく その死という日を迎えるまでの毎日毎日、現在進行形のその皇帝、全皇帝をイエスが共にいて、導いてくださる。たどり着くために私の手を引いて、目的地に到達するように励まし、慰め、力づけてくださる。それが、生けるキリストです。ぜひ皆さん、このイエスキリストを自分の救い主として、 受け入れて、この幸いな人生の中に入ってくださいますように、心からお勧めします。一言お祈りしたいと思います。恵み深い血なる神様、正しい方が正しくない者たちのために身代わりとなられたとありますが、それは正しくない者がまるで正しい方であるかのように、あなたの前に歓迎されて、 神様の子供として受け入れられるためでした。神の子が人の子となってくださったのは、人の子である私たちが神の子の立場を得るためでした。あなたのその、計り知れない愛、あったかくて、そして私たちを諦めることなく、今まで働きかけ続けてくださったお方、どうぞ、この優しい、力強いイエス・キリストを、 自分の救い主として受け入れることができるように、お一人お一人に働いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。